初級の感謝とはどういうことかそれは初級の感謝とは喜び事や嬉しいことが出てきたときにそれを素直に喜ぶのが初級の感謝なんです素直に喜ぶことですそれが初級の感謝ちなみに天のくっていうような性格の人がいるんですよ 天の若の人は、保証します。一生幸せがやってきません。なぜか。天の若っていう人は、性格の人は、喜び事とが現れてきたときに、この背後には何かが隠されているんじゃないだろうかって、疑心暗鬼になるんですよ。この疑心暗鬼がくせ者で、幸を呼び込むんです。ねだから、喜び事とが出てきたら、まず、素直に喜ぶことです。これが初級。 その時にコツがあります。一つの喜びごとに対して一回のありがとうでは感謝ではプラマイゼロだからね一つの喜びに10回ありがとう言ったらありがとうが10倍20回言ったら20倍100回言ったら100倍になりますつまり喜びごとは 一つのことを何倍にも大きく喜ぶということがコツなんです。それは引き寄せの力というものがあるんです。喜びごとには。だからた、一つのことを大きく喜ぶと、その引き寄せるパワーによって、喜びごとが大きく返ってきます。ですから、ちっちゃなことでも大きく喜びましょう。それがコツなんですね。さあ、その、 感謝でございますが、今日はずっと感謝感謝って言ってんだけど、感謝って、感謝ってね、嬉しいな、ありがたいな、思ったら、感じたら、感謝の感でしょ。まず、ありがたいな、嬉しいな、楽しいな、感じたら、 感謝の者、言辺、言葉、言葉や、体と書くでしょ。態度です。言葉や態度で、一寸二寸の寸と書くんです。ちょっとでもちことです。感謝っていうものは、正体は、感じたら、ありがたいな嬉しいなって思ったら、それを言葉、ありがとうです。態度、笑顔です。ありがとうや笑顔で、ちょっとでも、 それを表に表表表表すすすこと現現ででしてなんぼですよ表に出さなかったら感謝じゃないよ言葉や態度に表してこそ感謝になるんです言葉や態度に表さないそれは感謝とは言わないそういうのを何と言うかカーンって言うんですそこそこ受けましたねえ がないからしゃあないっていう話ですよわかる感謝っていうものは言葉や態度で表してこそ感謝になるんです秘めてるだけだったら伝わらないの表に出そう積極的に嬉しかったら笑顔になるんですありがたいと思ったらありがとうって言うんですそれを感謝という初級の感謝とはまず素直に喜ぶことなんですね では中級の感謝とはどうなるか中級の感謝とは当たり前のことを喜べたら中級の感謝です当たり前のことって何じゃろかって当たり前のこととは特別なことが起きていない状況です事故とか災難とか病気とか特別なことが起きていない穏やかに今日も一日が過ごせたという 普通のことを当たり前というのです。この当たり前を喜べたら中級です。でも、本当に当たり前なんでしょうか私たちが当たり前だと思っていることは本当に当たり前なんでしょうか今朝目が覚めた人。今朝目が覚めた人。 冷めて中で偉いことやで目が覚めて目が見えたんでしょだから今日道間違えずにここまで来たやんよ目が見えたやんよ今朝目が覚めて目が見えた瞬間に「やった目が見える超ラッキー!」って言った人なぜ言わなかったの,なぜ言わなかったのそれは目が見えることを当たり前だと思ってるからです 朝ごはん食べたでしょ昼ごはん食べたでしょごはん食べたうわおいしいなんて幸せだちょらき言った言わないでしょ私たちはごはん食べることも当たり前になってる歩いてきましたバス停から歩いてきましたそこの駅から歩いてきましたあ,あ歩ける一歩一歩かみしめながら。 踏みしめながら「あ歩けるありがとうありがとう!」って言いながら歩いてきた人いるいないでしょね私たちは歩くこと見ること聞くこと食べること全てが普通に暮らしててもそれを普通に思ってて当たり前と思ってますだけど本当に当たり前でしょうかあのパラリンピックに出ていらっしゃる選手の方たち両足がなくて義足 義足でも私たちも速く走る。でもそれは最初から走れたんじゃない。私たちには想像もつかないような、もう血の滲じむような努力の中に、そのような素晴らしい働き、運動をされるようになったんです。あの人たちだって、私たちには想像つかないような苦しみがあったかもわからない。だけれど、前向きに。今や全国民の星になっていらっしゃる。 私たちは普通に歩けて、普通にご飯を食べて、普通に暑ければ暑いという、寒かったら寒いという、辛いものは辛い、甘いものは甘い、そういうふうに普通に言えること、普通に過ごせることが当たり前じゃなくて、実は、奇跡の中に生きてるんじゃないですかだから、中級の感謝とは当たり前なんじゃない、奇跡の中に生きてることを知ることです。 それを感じられることです皆さん生きてますかそりゃそうやん今までの人生で一度も死んだことがない人が集まってんねん <laughs> みんな生きてるんですよだけどもっと厳密に言えば今日も私たちは生かされて生きてるんじゃないですかそのことに感謝ができるそれが中級の感謝ということなんですね